皆さんこんにちは。福音アメリカ奏者の西川です。今日は黒百合の歌ですね。久しぶりの古関裕而さんの曲です。古関さんはこの頃はこのちょっと前49年、調べてみたら49年にイオマンテで、これが52年ということで、北海道絡みをこの辺りでされてるみたいですね。でこの黒百合の歌は君の映画君の名はもう日本中が沸いたという、その映画君の名はの第2部の主題歌だそうです。なんか大人たちがみんな君の名は映画を見に行ったっていうような騒ぎがありましたね。黒百合の歌でしたね。これ私小学生の頃に確かお祭りだったと思うんですけど、屋台がこうずらっと並んで人がこうざわざわって行き交ってるところでこの曲が流れて、非常に衝撃を覚えた記憶が
ありますね。みんな元気いたしましょうね。それではまた明日。